はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やすとでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、8月8日、通院の日でした。8月8日や。今日で、丸1年経ちました。移植後。移植後。今日365日目です。ありがとうございます。いやー、長かったような、短かったような、終わってみれば早かったんですけども、まあ1年前の今頃は、壮絶やったなーっていう記憶しかないですね。まあなんとかこうやってね、命をね、助けてもらえたことに感謝して、これからもどんどん皆さんに情報を提供していきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。あとね、今日はまあ通院の日やったんですけども、おかげさまでと言いますか、まあ薬の影響ね、免疫抑制剤の影響もあるんですけども、その悪い細胞、白血病細胞っていうのが今日も見つかりませんでした。あと他の数値、血液の数値ね、血液細胞、採血のね、数値もね、何も悪いことなく、むしろ前よりもあかんかったところはすごいさーって下がってて、今日はすごい優秀でした。僕の体は良かったです。はい、今回はね、造血幹細胞移植の適用のお話です。そして造血幹細胞移植の、おさらいです。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作ることができない患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、造血機能の正常化を図る治療法です。でそんな造血幹細胞移植の適用なんですけども、造血幹細胞移植は移植前処置による大量化学療法や全身放射線注射の副作用、移植後の GVHD などの危険を伴うために、全ての患者さんに適用となるわけではないんですとなっております。そこで適用と適用と適用外なんですけども、まずこっちの適用のお話をします。原則65歳以下で他の治療では改善が期待できない、そんな時に適用になります。また55歳から65歳の同種移植では、ミニ移植というものがね、行われます。年齢制限があったんですね。ちょっと僕は調べるまで、知らなかったですけどもね。そしてこっちの適用外の方いきますね。適用外。適用外はですね、高年齢や臓器障害、臓器のね、内臓の障害とかのある患者さんは、移植前処置に耐えられないことが多くて、また、その GVHD がね、重症化しやすいというので、適用外になります。でまたその化学療法に全く反応しない腫瘍というのはね、移植を行っても再発が多くて適用になりにくいです。そのようです。僕がね、個室から無菌室からね、大部屋に移った時のね、同じ部屋のおっちゃんらはね、皆さんがほんまにご高齢の方でしたね。ちょっと仲良くなったおっちゃんとかっていうのはもう気さくな感じでね、おっちゃん次の金曜にな退院して、また3週間後に戻ってくんねんって言ってました。まあ、そのおっちゃんは、まあ、65歳は超えてます。もうおっしゃってたんでね。まあ、移植はできないので、化学療法での、まあ、抗がん剤でのね、治療を続けていくのだと思います。僕はね、まだ比較的若い年齢で病気になったので、まあ、移植という選択肢ができて、まあ、良かったですね。やっぱ良かったのかな、まあ、移植できたのは良かったんですけど、病気になったのはやっぱ嫌でしたね。どっちがいいんかな。やっぱり病気にならん方が良かったんかな。そらそうなんですけども、もうなんかよくわからなくなってきました。でもまあ今こうやってね、命が助かってるんで、まあ良かったという感じですね。まあ、っていう感じで、造血幹細胞移植の適用のお話でした。次回はね、造血幹細胞移植の種類のお話でございます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネル、やっすーの動画が届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。